はい、皆さんこんにちは。アメリカの11月9日土曜日でございます。日本は11月10日日曜日ですね。皆様いかが過ごしそうか。今日もアバンシカルフォルニアアメリカからお送りいたします。コチョレクでございます。どうぞ使いくださいませ。さて皆さん、右向いても左向いても上向いても下向いても全部ね、もう来シーズンのですね、もうフリーエージェント、日本から来る佐々木朗希の話で精めいっぱい話がございますので、いろいろと伝えてまいります。まずはドジャーズのね、ベッツ来シーズンに、まあここね分からないんだけれども、あのショートとあの二塁を守るということなんですね。それでじゃあそうするとですね、じゃあこの、あのドジャーズの、あの、まあ、彼がね、あのライト守ってるんですよね、あの、あの彼、外選手ね、ホアン・ソトで、彼がライト守るということで、まあ彼が取るとしたら、早めにね、その GM が、まあ彼もセカンドと仕事に戻りたいと。ということはライトを開けておく。それは誰のために開けるとかっていうと、もう彼しかいないじゃない、フワン・ソト。と思ったらですね、やっぱりね、あのいろんな人がね、あのこういうあの予想してる、その中ではね、彼を追ってるというあれは書いてないのよ、名前が。ちょっと意外だなと思うことがあるんですが、まあ終わってみないとわからないということでね。それからですね、大谷翔平が180億の霊気をドジャーズにもたらしたという、まあ大谷さんのねあれはもうすごいからね。その情報とですね、そしてまあ佐々木朗希が目指すカブス、いやまた面白いね。カブスがですね、いや我々はドジャーズをあの逆転して、かあの佐々木朗希取りようと言ってるんだよね。であっちには、佐々木朗希なんだけれども、鈴木誠也さんと北九州オリオ、福岡の、彼がいるんだね。翔太さんがいるんだね。だから向こうも2人、こっちも2人。ただし佐々木朗希は岩手プリフェクチャーなんだよね。だから多分大谷さんのとこ行くんじゃないかなと思うんだ。まあ何とも言えないですけどね。まあそういう情報が来ております。で佐々木朗希ね、佐々木朗希、まあ佐々木は大谷や山本とロサンゼルスに加わるだろうかという質問だね。で佐々木トップフリーエージェントの中でどのぐらいの位置にいる、これは皆さんね驚きですよ。あのロッテの気持ちも分かるし、それから佐々木朗希の気持ちも分かると、先輩がねもうね、早めに行ってそれで慣れて 1,2 年はいろいろ大変だろうからそれ慣れて、それから相当大きな契約を狙う、大谷さんみたいに、兄はまあ山本由伸みたいにもう何も分からないでバーッと行ってね、すぐ怪我してあれして、まあ、大きな契約なんだけれども、まあいろいろ苦労してると。だからそういった意味ではね、まあその苦労した人の間に中に入って、まあ佐々木は頑張るだろうと。まあ23歳若手ですからね、いろいろアップダウンがある。あのご存知のようにね、フラーティもすごいピッチャーなのに一回良くて一回悪い、また一回良くて一回悪い、だからそういうことがあるのよやっぱりね。だから安定してギシッと、まあ、できるようにまで少しやっぱり国を渡るわけだから、海を渡るわけだから、まあ、大変ですけど、まあ背がでかくてかっこいい男だから、まあね、いらっしゃいませ。もし通訳がいるようだったら声かけてくださいね、佐々木さん。まあということでございまして、どういきました、じゃあここまでですね。あ、全部いきましたね。じゃあ一応今日もいきましょうか。 Ladies and gentlemen from United States of AmericaHollywood, California, Universal Studio, Mr. Shohei Ohtani.
Otani from 花巻東高校 and 岩手プリフェクチャー。岩手プリフェクチャーというと佐々木朗希も岩手プリフェクチャージャパンということでございますけどね。まあどうなるかね、楽しみでございます。はい、では参りましょうか。これはね、いきなりではありがとう。大谷さんの写真がね出てましたよ、あそこに。これはね、皆さんに見せたいね。元気じゃない顔だね、これ。悲しそうな顔してますけどね。これここの手術、ここで手術したんだよね。まあここで落ち着いて1週間か2週間ぐらいで取れて、少しずつ動かして動かしてね。あのこの間ね、昨日かな、今はほら、あのアメリカンフットボールの、フットボール、アメリカのバスケのね時代だから、バスケにね、うちは優勝しましたよって、あのレイカーズにいたんだよ、あのみんながね。だからなんで大谷さんが行かなかったのか、これでもいいから行けばよかったのよね。え、まあとにかく俺はちょっと今痛いから行かないと言ったのかどうか分かんないんですけど、まあということで非常になんかすごかったわ。大谷さんがいたらまたものすごいこと、まあということでございましたね。そしてね、これが出てましたよ。2025年のね、ディフェンスアラインメント出てるんだけれども、ね、アンディ・パヘズがレフトで、トミー・エイドマンがセンターで、ジェームス・オートマンが帰ってくるのか打てるのか、もうそろそろ、まあライト、まあ名前だけだね今のところね、多分ね。でムーキーベースがショートに入ってくると、ラックスがセコンド、それがマックスが三塁、フリディ・フリーマンが一塁で、ウィル・スミスがキャッチャーの DH が翔平大谷 DH で、ここにね、こっち側かこっち側にやっぱり入れておくんだよね、普通ね。おお、なるほど、ポテンシャルだね、これは。ポテンシャル、可能性がある。まあ変わります、これだけじゃちょっとね、勝てない可能性があるんでね。はい、もうちょっと頑張ってもらわないと。はい、ということで、またワールドシリーズおめでとうございます。はい。この中もね、話がありましたよ。1、2、まあね、彼も、今回ね、ちょっと後で話しますけれども、じゃあ、もういきなり行きましょうか。はい、いきなり、もう他は何もないので、まあ、とにかく話題。はい。はい、それから話題、トピックス行きましょう。まずはこのトピックスから行きましょう。はい。だからこれね、彼はライトでね、守ってて、ゴールドグラブ賞とかいろいろ取ってるのよ。それでね、GM がね、この間 GM 会議で行って、やっぱりいろいろ考えたんだね、やっぱりね、その、ソト選手が来るんだったら、そこも開けますよということで、もう早めにお話ししたんだよ。それは聞こえたのか、彼たちは聞こえなくてもね、もうとにかく銭子だろうね、多分ね。こうなったらね。まあ私はね、やめてほしいなと思うんだよね、名前が出てないし。まあ行きましょうか。はい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 、はい、どうぞ。はい。ドジャースはメッツが来シーズンに二塁手または遊撃手に戻ると予想しています。うん。サンアントニオ2024年に関しては仕事が終わった、うん、しかしドジャースがワールドシリーズチャンピオンとして連覇を目指している中で、これは最近の歴史とフランチャイズの歴史の両方で難しい業績。本当の仕事はこれから始まる、うん、1998年から2000年にかけてヤンキースが3連覇を達成して以来、連覇を果たしたチームはいません、うん。ドジャースの8回のチャンピオンシップのうち、連続した年に獲得したものは一つもありませんでした、うんうん。問題は挑戦するかどうかではなく、どのように挑戦するかということです。ゼネラルマネージャーのブランドン・ゴームズは、ドジャースにとって興味深い波及効果をもたらすであろう変化の一つを示唆し、ムーキー・ベッツが2025年に内野に戻り、二塁手または遊撃手としてプレーする可能性が高いと発表しました、うん。ムーキーにとって勝つことが常に最優先ですと、ゴームズは水曜日のゼネラルマネージャー会議で述べました。だから彼がこれが最高だねと言っても驚かないよ。どこでもプレーするよ。キャッチングはおそらく不可能だと思いますが、彼ならそれもうまくできると思います、うん。でもそうですね、彼との会話が多いと思います。彼にとって内野での体への負担は少ないことは知っています。だから
両方の側面から議論することができます。しかしムーキーの素晴らしさは、彼がこれまで出会った中で最もリタマトなスーパースターであることです。そしてそれがチーム全体に浸透しているんです。右翼手として6回ゴールドグラブ賞を受賞したベッツは、昨年のスプリングトレーニングにセカンドベースに移ることを期待して参加しました、うん、しかし春のトレーニングが始まると、ギャビン・ラックスの守備が不安定だったため、レッツはポジションを移動し、レギュラーシーズンに入るとロサンゼルスの毎日のショートストップとなりました。レッツは6月16日に左手を骨折するまでショートストップを続けていました。ほぼ2ヶ月後に復帰した際、レッツは当初ショートストップの役割に戻ると予想されていましたが、マネージャーのデーブ・ロバーツは直前に方針を変更し、代わりにレッツを再び右翼手に戻しました。ミゲル・ロハスはトレード期限で獲得された NLCS MVP のトミー・エドマンがポストシーズンの大部分で先発を務める前に、シーズン終盤のショートストップの大半を担当しました。レッツが内野に戻ることで、ロサンゼルスは他のポジション、特に外野の強化に柔軟性を持つことができます。エドマンとラックスはまだクラブの管理下にあり、ロハスの2025年のオプションも行使されたため、ドジャースは中堅内野手の余剰をトレードに出すことを検討するかもしれません。現状のままではテオスカー・ヘルナンデスが複数年契約を選ぶ可能性が高いため、外野手の補強をしながら彼を再契約するのは難しい状況でした。レッツが右翼を守る場合、ヘルナンデスは主に左翼でスタートすることになる。それではセンターフィールドが残りますが、ドジャースにはエドマン、アンディ・ペイジズ、ジェームズ・アウトマンという優れた内部オプションがいます。レッツを内野に移すことで外野のコーナーのポジションが空き、ドジャースがトップフリーエージェントのフアン・ソトを獲得するチャンスを得ることができるかもしれません。より現実的には MLB パイプラインによると、チームのトッププロスペクトであり全体で39位のダルトン・ラッシングが2024年の中盤から左翼手としての練習を始めており、メジャーリーグチームへの道がより明確になっているかもしれません。しかしゴメスはチームがまだ一歩ずつ移行をどのように扱うかを話し合っていると繰り返しました。つまりこれらの会話は、ねえムーキーがどう内野にフィットするかを考えようという感じだったんだ、ゴームズは言った。2位になるかもしれないし、短くなるかもしれない、まだよく分かっていません、うん、私たちはその会話を続ける必要があります。でもムーキーが内野に戻りたいと思っていることが何よりも重要だと思います、うん、ロサンゼルスは当然のことながら、チームが再びチャンピオンシップを目指すチャンスを高めるのであれば、別の中堅手を追加することを排除していません。追加の課題は、2024年に逆境を乗り越えて成功を収めたドジャースの化学反応を犠牲にすることなくロースターを強化することです。多彩多芸にはあまり派手さはありませんが、ベッツは必要な場所でスーパースター級のプレーを発揮します。そしてそれはフロントオフィスに適切なバランスを取ったロースターを構築するためのより多くの選択肢を与えます、うん、私たちは常に最高のチームになるための手を考えていますが、多くの場合それらのことが重なり合い、時には難しい決断をしなければならないこともありますとゴメスは言いました、うんうんうん、それは決して完璧な科学ではありません。しかし来年もう一度チャンピオンシップを勝つことが最優先であり、その後にその周りのピースを組み合わせることは科学というよりも芸術に近いです。うん、なるほどね。はい、続きましてこの話題、はい、180億円、大谷さんが利益をもたらしたという。大谷翔平で180億円の利益がドジャースに、はい、米野球解説者が語る。ドジャース大谷翔平投手30が今季1年で球団にもたらした利益が1億2000万ドル、約180億円にもなったと米野球解説者が明かした。
Wow. ホワイトソックスなどで活躍した元捕手で現在は解説者として活躍している AJ ピアジンスキー氏47が8日日本時間9日までにレギュラー出演しているポッドキャストファウルテリトリーで語ったもの。私は今らにいるんだけど、ドジャースがこの1年大谷と契約しただけで得た利益がいくらかわかると切り出した、うん、共演者が$4,800万約72億円かな $8,200万約123億円などと回答すると、同氏はおもむろにこう言った。昨日聞いたところによると1億2000万だそうだ。1億2000万ドルだよ。この数字がどれだけ真相に近いかはわからないが、かなり信頼できる人から聞いた話だ、うん、広告やスポンサー収入いろいろ考えられるもの含めてだと思う、うん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 、この話に共演者は目を丸くしていた確かに大谷は昨オフドジャースと10年総額7億ドル約1050億円で契約、そのうち6億8000万ドル約1020億円は後払い契約で、今期年俸は200万ドル約3億円だったということでございます。それでは、第3の話題でございます。こちらの話題、これはもう佐々木朗希しかないね。いきましょう。はい、佐々木朗希の獲得を目指すカブス地元メディア、ドジャースを逆転する可能性がある。果たして朗希はどこを選択するのか。ロッテは8日かねて MLB 挑戦を訴えていた佐々木朗希投手23をポスティング申請する方針を固めたことを発表。うーん、佐々木の長年の夢がついに実現に向けて動き始めた。ほぼ全球団が佐々木を調査してきた中、本命視されているのが大谷翔平、山本由伸の記号侍仲間記号が在籍するドジャースで、佐々木サイドと太いパイプがあるとされた。他球団の間でも周知の事実となっているが、23歳の佐々木は25歳ルールの対象となり、マイナー契約しか結べず契約金が制限される、うん、MLB 公式によると国際移籍選手との契約は各球団が国際ボーナスプールの制限内で契約し、現状で最も多く残しているのがドジャース。しかしロッテが譲渡金を増額するためにポスティング申請を来年1月15日以降とするなら契約金がリセットされ、各球団が横並びのスタートになるという、うん、そこで前のめりになっているのがカブスだ。カブスもドジャース同様に今永翔太、鈴木誠也を擁し、これまでも多くの日本人選手が在籍した記号新日球団記号。地元シカゴのメディアカビーズクリブは、カブスはドジャースを逆転する可能性がある。ああすごい、ドジャース有力というのが大方の見方だが、佐々木の正確な希望は分かっていない、うん、佐々木との契約はカブスのフロントオフィスにとって大きな成果となる、うん、コービン・バーンズ、オリオールズの移籍金に興味のないチームにとって理想的な代替案になると見ている。また BVM スポーツもカブスが佐々木獲得に向けて準備を進めている。球団の戦略は日本とシームレスな継ぎ目ない関係を構築すること。ドジャースが最有力と見られているが、特にマイナー契約で800万ドル約12億2000万円以下という扱いやすい契約条件を考えると、カブスも積極的に獲得を目指すと見られる。うん、日本人にとって魅力的な環境を提供すると記号逆転獲得記号の可能性を報じた。うん、いやいや、もう本当 D その MLB のね、記事と日本の記事、まあいろいろありますんで、これいきましょう。日本のエース佐々木、うん、来シーズン MLB へ。日本のエース右腕佐々木朗希は来シーズンメジャーリーグに進出する見込みです。佐々木、コンセンサスとして日本の若手投手のトップである彼は、千葉ロッテマリーンズからメジャーリーグ挑戦のためにポスティングが許可されたとチームが発表しました、うん、マリーンズに入団して以来、将来の MLB 挑戦についてずっと考えてきました、
チームが正式にポスティングを許可してくれたことに感謝しています。佐々木は自分の投稿についてマリーンズでの5年間はうまくいかなかったと述べた。いろいろなことがありましたが、チームメイトやスタッフ、フロントオフィス、ファンの支えを受けて野球に専念することでここまで来ることができましたので、野球キャリアに後悔はありません。おー、佐々木はリーグ全体の関心と財政的規模において大谷翔平のエンゼルスとの初契約を思い起こさせる全力の追求を引き起こすべきです。大谷は2017年から2018年の冬にエンゼルスと 231.5 万ドルのサインボーナスに合意しました。制約のない市場であればはるかに大きな契約が得られたでしょうが、CBA は大谷を25歳未満のため国際アマチュアとして分類しました、うん、佐々木選手は現在23歳で同じカテゴリーに該当します。ドジャースは世界的なブランド力がこれまで以上に強力になっており、佐々木が利用可能になった際に契約する有力候補とみなされています。はい、ということでございます。佐々木さんもね、喜んでますよね。なんかスマイルだよね。スマイル、スマイル。はい、ということでございましたね。次も佐々木朗希。これはね、MLB の方で、日本、アメリカの方でこういうふうに切ってます。はい、どうぞ。佐々木は大谷や山本とロサンゼルスに加わるのだろうか？ MLB.com では、ドジャースに関する最新のフリーエージェントやトレードの噂をここで追跡しています。うん、11月9日、佐々木は大谷や山本と共にドジャースに加入するのか？日本のエース右腕で、佐々木朗希は今オフに千葉ロッテマリーンズからポスティングシステムでメジャーリーグに移籍する予定で、入札が始まるとドジャースが有力候補となるかもしれません。彼はまだ25歳になっていないため、佐々木は国際アマチュアとして分類され、MLB チームは彼に提供できる金額が制限されます。その結果、ドジャースは昨オフシーズンにフリーエージェントで他の日本人スター選手を獲得した際のように巨額の資金力で他のチームを圧倒することはできませんでした。大谷翔平選手を10年契約で7億ドル、山本由伸選手を12年契約で3億2500万ドルで獲得した時のように、うん、しかし土曜日に ESPN プラス要購読の記事でカイリー・マクダニエルが指摘したように、ドジャースの組織としての魅力はお金だけにとどまりません、うん、佐々木は山本が好まれるとされていた全ての理由、つまり西海岸、強力なチーム、日本人チームメイト、一流の育成、主要市場などのためにドジャースを好むという噂が強く流れています。マクダニエルは書いています。各チームが提示できる金額が二の次となる世界では、これは典型的なフリーエージェントの入札戦争ではなく大学スタイルのリクルーティングピッチとなり、ドジャースが野球界で最高のピッチを持っているかもしれません。しかし ESPN のジェフ・パスさんは、大谷と山本が国際的な注目を集めていることが佐々木を遠ざける要因になるかもしれないと指摘し、佐々木がドジャースに行くのは規定路線ではないと考えています。パスさんによると、佐々木選手はパドレスの右腕ダルビッシュ有選手と親しい関係にあり、これがサンディエゴを魅力的な行き先にする可能性があるとのことです。ヤンキース、メッツ、ブルージェイズ、カブス、レンジャーズ、レイズは23歳の彼に強力な勧誘を行う可能性のある他のクラブの一部です。まあ日本人がいるのはね、3チームか、まあ、2人ずついるのはね、ドジャースでしょ、それからサンディエゴパドレス、それからカブスですね。はい、それ以外もあるんだけど、まあこれで2人ではいないということでございます。まあね、いろんな書き方もしますけど、実際にはね、蓋開けてみないと分かりませんが。はい、続きましてはこれ。はい、これですね。これも、今ね、現在、フリーエージェントの中で、佐々木はないんだろうって言ったらさ、3位なんだって。すごいよ、あなた。
このグループの3位っていうのはあなたは相当これだけのお金もらえるはずなんだけどね、誰があんな先生あのルールを作ったんじゃ。やっぱりねアメリカはねやっぱりその人のねあの力じゃないのか、冗談じゃないよ、佐々木にお金もっとくれよという感じでございますけど、まあとにかくすごいよね。まあとにかくね25名って言ってるんで、私はあのまあ、あの皆さんも私も知ってるドジャースに関係あるもので1,2,3ここはねもう仕方なく3位までは彼が3位だからって、その後に知らない知ってる人だけですね、あのウリーアダメス、この人もやっぱりショートストップで欲しいって言うんだけど名前が入ってないんだよね。それからまあこの、まあ、一応ちょっと聞きましょうか。はいどうぞ。はいお願いします。佐々木はトップフリーエージェントの中で何位に位置するか。うん、ホットストーブの動き、投手の天才が MLB にやってくる、うん、ワールドシリーズは終了し、ドジャースとヤンキースはメジャーリーグベースボールの他のチームと共にオフシーズンに目を向けることになりました、うん、昨年のホットストーブはロサンゼルスで一緒になった2人の選手、大谷翔平と山本由伸が支配していましたが、今年のフリーエージェント市場には多くのクラブが欲しがる高名な選手たちが揃っています。以下に MLB.com がホットストーブシーズンに最も影響を与える25人のフリーエージェントを紹介します。ワールドシリーズ終了から5日が経過し、フリーエージェントは現在どのチームとも契約できるようになりました。記載されている年齢は各選手の2025年シーズンの年齢です。アクサンシルコンフレックスはその選手が2025年の1年間のための2105万ドルのクオリファイングオファーを受け取ったことを示しています、うん、なるほどね、うんうん、その選手たちは11月19日の午後4時 ET までにそのオファーを受け入れるかどうかを決める必要があります。ほとんどの人が受けないらしいよ。1. フアンソト外野手、はいはい、年齢26歳、うん、候補チームジャイアンツ、メッツ、ヤンキース、ドジャーズいない。2. コービン・バーンズ右投手、これだ、ね、30歳、はい、適合の可能性メッツ、オリオールズ、レッドソックス、この辺ドジャーズがいないね。3. 佐々木朗希投手年齢23歳3位でしょ3位。昨オフシーズンに吉野部大輔がメジャーに移籍した際には入札戦争が起こりましたが、佐々木が日本から来る可能性も同じような興奮をもたらすでしょうが、彼の年齢が同様のフリーエージェントの熱狂を防ぐでしょう。25歳未満で外国のメジャーリーグで6年のサービス年数に達していない選手は MLB の国際アマチュア契約ボーナスプール規則の対象となり、はい、契約に上限が設定されます。はい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 、大谷翔平も2017年に同様の状況に直面し、うん、エンゼルスと 231.5 万ドルで契約しました、うん、佐々木は日本での最初の4シーズンで 2.02 のエラを記録しており、ポスティングされればトップクラスの先発投手の一人になるでしょう。トップクラスだよ。候補チームドジャース、パドレス、ヤンキース、やっぱ彼はドジャースだった。9. ウィリー・アダメス、これ9番だって。年齢29歳、うん、近年コリー・シーガー、トレイ・ターナー、ザンダー・ボガーツ、カルロス・コレア、ダンス・ビー・スワンソンなど多くのトップショートストップがフリーエージェント市場に登場し、彼らはみんな大きなフリーエージェント契約を結びました。もう一度強力な攻撃シーズンを経て32本のホームランと112打点というキャリアハイを記録したアダメスはこの冬のトップショートストップです。2024年の守備指標はそれほど強くありませんが、依然として堅実な守備手です。適合するチームブルージェイズ、ドジャース、ジャイアンツ。10ジャック・フラハティ、右投手、29歳、はい、フラハティがフリーエージェントとして初めての挑戦をしたのは1年前で、うん、タイガースとの1年1400万ドルの契約にかけましたがうまくいきませんでした。彼の賭けは成功し、右腕投手はデトロイトでの18試合の先発で好投し、トレード期限前にドジャースに移籍しました。ロサンゼルスでのレギュラーシーズンの10試合で6勝2敗、
防御率 3.58 という成績を収め、チームをワールドシリーズに導きました。その後、ゲーム1で素晴らしいスタートを切り、さらに魅力を高めました。うん、比較的薄い先発投手市場の中で、とはいえ、上位が厚い市場ではあるが、フラハティは昨オフシーズンに見つけるのに苦労した複数年契約を結ぶことができるはずだ。候補チーム、ドジャース、メッツ、レッドソックス。15手オスカー・ヘルナンデス、外野手年齢、32歳、ね、うん。エルナンデスは2021年のブレイクアウトシーズンの後、2シーズン連続で成績が低下しましたが、ロサンゼルスへの移籍は彼にとって好影響を与えました。うん、154試合でキャリアハイの33本塁打、99打点、.840 オプスを記録し、ポストシーズンでも活躍しました。エルナンデスは他のクラブからの2年契約のオファーを断り、昨冬にドジャースと1年2300万ドルの契約を結びましたが、32歳のシーズンを迎えるにあたり、今オフには複数年契約を求めると考えられます。はい。候補チーム、ブレーブス、ドジャース、レッドソックス。20、菊池雄星、左投手、34歳。アストロズはトレード期限で菊池に高額な対価を支払いましたが、トロントで22試合に先発して 4.75 のエラーを記録していたことを考えると、やや驚きの展開でした。しかし、ベテラン左腕はヒューストンで素晴らしい活躍を見せ、10試合で5勝1敗、防御率 2.70 という成績を収め、フリーエージェント先発投手の第2レベルに戻ることとなった。うん、候補チーム、レンジャーズ、レッドソックス、ツインズ。はい、ということでございます。しかし、あだね、菊池雄星はドジャーズはいないし、まあ、ここでですね、佐々木さんのところはいるし、ホアン・サトの中に名前も入ってなかった、ここも入ってない。フラーティとテオスコなど入ってました。ブリアドロスも入って。まあ、どうなるんだろうね、やかは分かりませんが、まあ、とにかく通りすがりさんが言ってたけど、この菅野さんがね、これはね、佐々木朗希はね、まあ、もう出るということで、まさかこのグループに入るかどうか分かんないんですけど、一応入ってほしいものですね。そして菅野さん、友ちゃんもぜひドジャーズに入ってください。まあ、友ちゃんの場合に土地が違うから、フリーいろんな普通の契約になるだろうけど、まあ頑張ってほしいな。ということでございまして、皆さんからのメッセージ来ております。コメントいきましょう。はい、通りすがりさんが2つコメントいただいておりますから、どんどんいきましょうか。はい、どうぞ。通りすがりの満身王さん、はい、コメントありがとうございます。ありがとうございます。ドルフィンさん、はい、お疲れ様です。お疲れ様です。佐々木朗希のロッテとの契約については、仮に契約を結ばない場合、ロッテ側の保有権が3年間は国内、海外問わず日米間の他球団は契約できない決まりになっているとのことです。はい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 、結論から言うと、ロッテと契約して25歳までロッテの球団で精進しながら、山本由伸のように2年後にポスティングシステムで米国に取るか、ロッテが折れてポスティングシステムを認めて米国に渡るかの2択でしょうね。あ、そうなんだ。どちらにせよ、ロッテと佐々木朗希側での話し合いが年内中にはされると思うので、日米でその結果待ちの状態ですね。おー、はいはいはい、はい、それと外の話題ありましたが、守備が特別うまいわけではないので、うんうん、5億ドルでも高いと言っている球団関係者もいる。ボールがいけないの、ボールから。正直、ベッツの方が総攻守チームに与える影響など、トータル的な能力を考えると、上だと自分も思ってますよ。うん、ヤンキースとメッツの一騎打ちと言われていますが、うん、10年、14年と言われている長期契約で最後まで今の成績が続くわけではないので、あんまり。熱くならない方が良いですね。ですね、はい、10年もあれば、はい、外レベルに近い新しい若い選手が必ず出てきますから、うん、ドジャースは菅野智之投手狙うなら早めにアクションしておいた方が良いかもですね。うん、菊池雄星投手はアストロズが再契約したいようで、積極的に交渉しているようで決まる可能性もありますし、一つネックなのが菊池雄星投手の代理人がボラスなんで、ドジャースは難しいかもしれません。いや、もういらない、もうボラスは。
スネルもボラスが代理人でドジャースの主要選手が後払い制で契約しているのに対して、ボラスの担当している選手の支払いは絶対誤払いはさせないとボラス事務所の方針らしいので、ドジャースはすでに他の選手にターゲット変更していると思ってます。嫌いだ。今日のニュースでドジャースが W ソックスの剛腕左投げ投手のクロシェを再度狙っているそうで、一度は今シーズンのトレード期限ギリギリまでクロシェのトレードを狙っていたそうですが、最終的にまとまらずにフラハティを獲得した経緯もあり、まだ25歳の才能ある投手を狙っているみたいです。ただフィリーズもクロシェ狙っているようで、ドジャースには頑張ってほしいものです。ですね。それと2025年の大谷選手の二刀流について考えたことがあったので、はいはい、書き込みますね。お願いします。来シーズンの二刀流は大谷選手が先発投手で投げる試合は打者での出場はさせずに投手に専念させ、投手としてサイヤング賞を取れるくらいの成績を上げさせる。大谷選手が投げるときに DH が空きますが、その時は来シーズン36歳になるフリーマンや疲れの溜まっているスタメン選手を DH で出場させる時もできるため、チームとして野手の故障者をなるべく出さないようにしながら打撃で活躍させることができます。この案はもともとトラウトが仮に大谷選手と一緒にプレーしたいと考えても、最近の怪我の多い現状を考えた時に、大谷選手が DH でいるうちはトラウトは活躍できないから無理な夢だなと思っていたんですが、仮に大谷選手がシーズン30登板35登板した際にトラウト含め他の選手が DH できれば、かなり安定した勝率を期待できると思ってます。なるほど、はいはいはい、大谷選手も投手能で試合に専念できるし、打者としての打席数は減りますが、規定打席には到達できるはずなので、うまくチームでコントロールできれば20か&ホームラン20本&盗塁20盗塁くらいのトリプル20くらいは達成できると夢見てますね。できるなら打撃三冠王がサイヤング賞を取ってくれる、もしくはサイヤング賞と打撃タイトル一つでも取ったら、それだけで50&50並みのセンセーションを MLB に与えるはずです。おー、なるほどね。菅野さん、早めにね取ってほしいな。はい、次行きましょう。はい、はい、通りすがりの満身王さんから追加ありましたので伝えします。超速報ニュース、佐々木朗希投手のポスティングシステムで MLB 挑戦が決定しました。はい、ありがとうございます。自分の書き込みはスルーしてもいいので、ドルフィンさんの動画楽しみにしてますね。はい。ロッテは9日、佐々木朗希投手23についてポスティングによる米国メジャーリーグベースボール MLB 球団への移籍に向けた手続きを開始することを発表した。うん、海外 FA 権を持たない選手が大リーグ移籍するための制度で、申請手続き後に全30球団に告示され入団交渉が可能になる。挑戦を認められた佐々木は球団を通じてコメントを出した。入団してからこれまで継続的に将来的な MLB 挑戦について耳を傾けていただき、今回こうして正式にポスティングを許可していただいた球団には感謝しかありません、と感謝の意を表明、ロッテでの5年間はうまくいかなかったことも多かったですが、どんな時もチームメイト、スタッフ、フロント、そしてファンの皆様に支えられながら野球だけに集中してここまで来ることができました。一度しかない野球人生で後悔のないように、そして今回背中を押していただいた皆様の期待に応えられるように、マイナー契約から這い上がって世界一の選手になれるよう頑張ります、いいね、と強い決意を示した。いいね、いいね。チームは今季71勝66敗ロワケの3位で CS ファースト S で日本ハムの前に敗退。松本直樹球団本部長は佐々木のメジャー挑戦について、入団した当初より本人からアメリカでプレーをしたいという夢を聞いておりました、とした上で、今年までの5年間の総合的な判断として彼の思いを尊重することにしました、えらいね、日本の代表として頑張ってほしいと思っています、応援しています、はい、とコメントした。いいね。チームの指揮を取る吉井監督はチームとしてはもちろんとても痛いですとしながらも、
ただ自分もアメリカでプレーをしたことがあるので気持ちはものすごくわかります、うん、そして若い今チャレンジしたいという気持ちもわかりますと気持ちを理解し力強く背中を押す構えだ。サオドリ時期はキャリアハイを目標に掲げた今季は右上肢のコンディショニング不良などで2との離脱があり年間を通じてローテーションを守ることはできなかった、うん、それでも18試合に先発しプロ5年目で初の2桁となる10勝をマーク、うん、CS ファースト S 第1戦でも8回無失点9奪三振で勝利に導き松本本部長も2桁勝つのは大変なこと十分活躍してくれたと高く評価していた、うん、同じ岩手県出身のドジャース大谷翔平と同じ高卒5年目を終えた23歳シーズンで最速165キロ右腕が海を渡ることになった、はい、大リーグには25歳未満かプロ6年未満の海外選手はマイナー契約しか結べない25歳ルールがある。佐々木はメジャー契約なら少なくとも総額2億ドル約306億円以上の価値があるとされロッテはメジャー契約ならば得られるであろう数十億円の譲渡金は得られない、うん、一方で高番俊介球団社長は今年の仕事始めにおいて活躍した選手がメジャーに挑戦することについては球団として後押ししていきたい、お、いいね、その考え方は昔から変わっていないと強調していた、うんうんうん、球団は活躍した選手のメジャー挑戦を後押しするというスタンスで容認に至った、うん、佐々木朗希2001年平13、11月3日生まれ岩手県陸前高田市出身の23歳。大船渡3年時に高校日本代表候補合宿で高校史上最速の163キロを計測。同年夏の岩手大会は決勝で疲労を考慮されて登板せずに敗れ甲子園出場なし、うん、19年にドラフト1位でロッテに入団。23年 WBC では侍ジャパンで世界一に貢献した。1メートル92、92キロ。いやーすごいね。ということで取りすがりさんありがとうございました。まあね今回はねやっぱりね佐々木朗希はね、今現在この話題の真っ只中なのでいくら話題があってもいいということでございます。感謝しております。それでは今日はもう長くなりましたね、ということで皆さんと一緒にこの船にじゃないや電車に乗って17号この電車にね早くですねあの人も乗ってほしいな。そう佐々木朗希では行きましょう。17号翔平大谷進行出発。はい、ということでございます。いやなかなかものでございます。この出発に基づいて、朗希佐々木もね一緒に乗れますように待ちしております。そして、菅野さんも待ちしておりますのでね。はい、ということでそれでは See you later alligator See you later alligator。 それでは皆さんまた明日お目にかかります。どうもありがとうございました。